皆さんどうもこんにちは。ドラゴンクエストモンスターズやっていきます。はい、ホワイトキング作りました。花かわしみも作ったんですけど、なんかずっとついてってたらレベルめっちゃ上がりましたね。はい、ミストウィングとフュージュ、骸骨剣士と六丁で作りました。この子は前紹介したね。はい、今回は喜びと知恵の部屋で、左が喜びの部屋で右が知恵の部屋なんで、まずは左から行きましょう。喜びの部屋、もうね、私配合してレベル上げしてがね、ほんと止まんなくて、制限ないと。この手のゲームは。そろそろストーリー進めようかなって思って、進めていきます。ちょっと。13かフィールド。アイテム拾いながら行く余裕あるかな？敵中かな？あー、この辺のやつらが出るのか。オッケー。ねえ、バギクロスなんて覚えちゃって。あ、毒の息流れてる。案外行こうぜで毒の息とかやるんだね。いろいろやろうぜでやるイメージあった。お、マスターだ。やろうぜ。あー。あー、ちょっとドラゴン系欲しいんだよな。いや、霜降りはもったいないか。持ってんだよね、今。二つも。骨付き肉。一個じゃ難しいかな。あなたの顔忘れないわよ。ミラの翼、満月草。肉をくれ。このタイプの人たまに肉くれた気がする。どこだったっけ、これ。これどれだったっけ。とりあえずこっちだな。あ、これ、これに乗るしかないよな。大目玉。ノン。これどれだったっけな。てか、ここ行ったことあったっけな。上にしよう。うん、上でよかったかも。変わらんわ、これ。これどれだったっけ。これこっち行かないとダメだ。あ、これでしたか。オーケー。トーラーマナ使おう。トーラーマナ。最後です。あ、わかったかも。絶対、鳥さんでしょ、ファンキーな鳥でしょ。でれれ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 、あー、懐かしい。ここは何なんやろ。ステージだね。元ネタってあんのかな。オリジナル？じゃ戻れないのかな。いや、どうだい？俺の華麗な足さばき？どうだい？俺と一緒に踊らないか？
こんな感じだったっけ。かわいい、マンキーバードかわいいよな。マンキーバードって絶対仲間になったよね、多分。バーバー、あ、いいね、眠り攻撃。おお、すごい、そういうこともしていく。あ、強っ、猛毒の息強っ。これ何個状態上入れんの、すげえ。アンドでいやらしい、されたら嫌なやつや。いいね、すごい。ファンキーバードに何もさせてないんだって、まだ。イエーイ、完封。あ、やしやしやし。あ、メスかよ。ファンキー、ファンキーにしようか。はい。いや。バイバイ。お前、踊りうまいな。踊りは楽しかったか？そんじゃ帰るよ。結構サクサクだね。このまま続けて、次の旅に飛び出ちゃうか。オールナボーにはファンキーバードを倒したか。今後はそなたのことをファンキールナボーと呼ぼうぞ。やだ。それ言い過ぎ。そうじゃルナボーよ。たまには国の者と話しておるか。街にはメダルおじさんという気の良い男がおるそうな。小さなメダルが好きらしいから持って行ってやるべきじゃん。それでは、忙しいのでわしは失礼する。いそいそ。いそいそ。持ち物いっぱいなんすよ。そう、あのね、あとメダルの扉クリアした後に、言ったらちょっと切ないことを言ってて、メタルスライムが。おじさんはいつもいそいそしているよ。時々奥さんが帰ってこないって悲しむんだ。とか言いやがるんですよ。奥さんで思い出した。キングスライム見せに行こう。おお、それはキングスライム。なんとプリプリしておるのじゃ。プリンプリン。ネクズ連れて参った。そなたに褒美を取らそうぞ。あ、そうやった。賢さの種じゃ。大事に使うがよいぞ。次なる願いを聞いてたもれ。鼻、カワセミをわらわら、ん、鼻のようでいながら翼を持つという鼻カワセミ、オーケー。あ、なんだ、入れ替えずに2匹とも連れてくればよかったね。それなら。なんてタイムリーな。おお、それは鼻カワセミ。なんと、面白い顔じゃ。よくぞついてまいった。そなたに褒美を取らそうぞ。あ、それ、タワー連れてた。あ、種、そんなにくれるんだ。次なる願いを聞いてたもれ。呪いのランプをわらわは見たい。空を飛ぶ樹木が呪いを込めたという呪いのランプ。呪いのランプは確かにまだ仲間にしたことないな。じゃあもう一個の扉行きましょう。知恵の部屋。行きます。メラゴンとトーテムキラー。んー、ちょうどいいかもな。仲間なったら嬉しいな。トーテムキラーは前作ったけど、メラゴンはまだ、未だに手に入れたことない。あ、プテラノドンも出るんだ。プテラノドンってドラゴンだったよね。あー、仲間なんないかな。ドラゴン系が欲しい。鳥じゃないよね、ドラゴンだよね、確か。あ、残念。あ、花かわせみ出るんだ。よかったね、花吉。友達だよ。燃やした。友達だよって言いながら戦わせてる私もなかなか。畜生なことしてるよね。ミニーク。
となっちゃうね。ミミクそんなに。てか、テリワのミミクは優しいわ、まだ。ああ。私、ダッキーで死んだことない。たまたま運が良かっただけかもしんないけど。死んでないな、ミミクで。イェーイ。あ、世界樹のしずく嬉しい。おい、ありがてえ。知恵の扉っていうことは、なんか頭良さそうな敵ボスか。車乗っとめっちゃある。はぁ、ツリーか。なんだろう。この BGM なんだったっけ、テレワンで。知恵でしょ。行きまーす。あー神竜か。あー神竜っていうかスカイドラゴン。スカイドラゴンってさ、ボスのやつも仲間になったっけ。これアミダクジのやつやんな。アミダクジっていうか、どうやって行けばよかったんだっけな。とりあえずまっすぐ行こうとしてみようか。違うな。ダダダダーダダ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 ンダダダダン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 。あー、どう行こうかな。落ちれる、これ。落ちれるわ。じゃあ、こっち。どういう基準で動くんやっけ？あみだくじみたいに行けばいいのか？え？うわぁ、覚えてねー。あー、間違えた。あ、いけんじゃね？これ。で、まっすぐだ。は？おい！さっき移動しなかったじゃん。やべえ、たどり着けない、どうしよう。マジで忘れた。ちょっと待って、マジでちょっとこれは、メモ取ろう。メモ取らないとダメだ。ちょっと待ってな。まずは、ここ行くと、ここで、この間で、ここ。今反応しない。ここで、どこだこれ？ここか。ここで、ここ。ここで、いっちゃう左。で、ここで、そこか。ここかな。ここで、こうやるとね、見えてくる。え、すごい。あ、わかんない。でもまだ。まだパターン見てないだけかも。ここから、これ移動させて、まっすぐ行けば。あ、行けたー！これすごい。メモ帳に書くって大事だね。メモ取るって大事だね。お待たせしました。キンキン、あったりー。キンキンとか泣いたの。スカイドラゴンもう一回仲間にしたいので、ちょっと、あ、でも、お肉、一個あげていい？あ、私旅の仕様であったか、セーブすればよかった。まあ、いいわ。これでダメならダメなんだろう。仲間になるものはなる。ならないものはならないって言ってたからね。念のためにな。こいつ卵手に入るから、なんなかったような気もするんだよな。霜降り1個にしとこう。
毒効かない？うわ、激しい炎か。やるね。アモールの水通過を。花吉。ドラゴン系で火ってあんま効かないイメージだけど、ガンガン火系で攻撃していくね。やっぱ火に弱いんだね、ゾンビ系は。炎めっちゃ食らう。見よう、火力。息吸い込んでる。私も攻撃しよう。三日月の杖。弱っ。まあ何もしないでかはいいか。花吉も食らうなぁ。もう一回、三日月の杖。イエーイ！おお、40になった花吉。めっちゃレベル上がったね、君。あー、なんないか、やっぱ。おや、まあ、あんた強いね。よくスカイドラゴンの動きを読めたね。なかなか頭いいじゃないか。褒められた。さ、お城に戻ろう。でしょ？やっぱメモ帳って大事なんやなって。おお、ルナボーよ、スカイドラゴンを倒したか。相当な切れ者でないと、あの魔物には会えないと聞く。さすがはルナボー、その賢さ、神のごとし。それ言いすぎ。そうじゃ、ルナボーよ、たまには国のものと、あうにゃうにゃうにゃ。で、次は格闘場か。はい、では今回はここまでにします。次回格闘場に行きます。ではご視聴ありがとうございました。